はいどうも、ピョンキューです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、オウノウ・イッツ・ア・トロールレベルバージョン5ということで、説明文にですね、ア・ワイルド・トロールレベルアピアース、イッツ・イズ・スーパー・エフェクティブって書いてるんですよね。これを翻訳するとですね、すごいトロールコースが現れた。それはとても素晴らしいギミックだと、そういう意味だと思います。多分。まあ翻訳は多分こんな感じだと思うんだよね。それじゃあその素晴らしいギミックを見せてもらおうじゃありませんか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.87%。 そして今日僕は一番マイナスなコメントで多いうるさいっていう言葉を真摯に受け止めて静かに実況していきたいと思います。音量下げておいてください皆さん。それじゃあまずこのメットをかぶる。そしてこのドッスンは下に行くだけっぽいね。じゃあ一旦抜けてこのキノコを取る。多分それで合ってると思うんだよね。いや分かってる。でこの左怪しくない？あれだけか。じゃあこの Z って書いてるけどさ、多分 Z してドリルみたいな感じで抜けていくと思うんだよね。なんでドリル開幕版ドリル。もう分かった。ここはすぐツタに捕まれっていう感じでしょ。そしてこっからなんだけど、一旦パンを落としておいてみる。なんか矢印書いてるよね。この方さ、もしかして表示されてる通りにしたら正解するみたいな、そんな感じなんじゃないかな。ほら上にパン出てきたでしょ。このパンを持っていけるみたいな。いや最高だね。でもこんなのヒントじゃん。もうヒントっていうか答えを示してくれてるようなもんじゃん。うわ、上の P 風船いるのかな。いらない方に1800円。きたね。1800円いただきました。じゃあここはオンオフをして、ここはヒントない感じだね。オンオフをしてすぐハテナブロック。あぶね。今日調子良すぎてビビりまくり。じゃあここはすぐこの中間欲しいね。え、こっちは待ってよ、頼むって。いやでもさ、これ上からいけるんじゃない？熱すぎ。今日中間ポイントめっちゃ早くない？今日尺的に大丈夫かな。クリア率が 0.7% ぐらいだったからめっちゃ気合い入れてきたんだけどね。ここは下に行かない方がいいよ。なんでこの辺で一旦とどまっておこう。早く行けってか。でもこんくらいぐらい避けれないと思ってんのか。なめるな。そしてこのまま右にダッシュして常に行く。そしてこの土管に入る。これで合ってんじゃないか。さあ進んでいきましょう。なるほどね。どっかにアイテムがあるっていうわけか。じゃあ一旦ゆっくり行ってみようか。あいや違うんだって。何もない、何もない。あ、ここか。ここでキノコを手に入れれるのか。そして土管に入っていくと、そんでこの下右って書いてたよね。一旦右信用してみようか。このバレ野郎がワヒホロハヤホヤヤホロビパポ。僕は今何かを夢見ていたようだ。じゃあここは一旦バネを回避する。そしてオンオフをして走っていけばいいと思うところ、今日はゆっくり行きたいと思います。ゆっくり行くことによって上から降ってくる何かを避けようと、そういう企みですね。さあどうだマリオ、この先何が降ってくるのか。オンオフ ×3 って書いてるんだ。もしかしてオンオフ ×3 をしなくちゃいけなかったのか。先にやりあるけど、こんなもん僕からしたら余裕でできれるよ。見ててみんな、こんな一発マリオでかなり鍛えてるからね。さあ神よ、僕に力を与えることを許しましょう。俺の足に目覚める邪竜たちよ、今こそ目覚めるがいい。そしてこの荒れ狂った世界を暗黒の色に染めるのだ。スバロニールさんだ。今日大丈夫ですかね僕。なんかいつもよりかなりテンションがぶっ飛んでるような気がするんですけど。じゃあこのファイヤーを手に入れて先の氷が溶かせるっていうわけなんですけど、一旦ゆっくり行こうか。この先ボムヘッドがいない。大丈夫だね。それじゃあこのもう全部読んだね。あちょどんだけどんだけどんだけ。お黙りなさい。ピッコさんは放っておいて、ここはブラパが出てくるより先に早く行く。そうしたら進めるっていう感じでしょ。なるほどね。キノコがいらないと。でもさ、つららっていうのは制作者にすったね。このつららに当たれば先に進めるんじゃないから、一旦ここでチリになっておこうか。これでやられる必要はないっていう感じだね。これとマリオマスター、略してマリマスターね。2期明日から放送開始します。そしてここはなんでそんなことすんだバネ。今からパッパッパッって進んでチェックポイント2まで取る流れだったじゃんか。なんとか言ったらどうなんですか。上から見下してばっかで下に降りてこんか。そろそろ静かになろうかな。じゃあここはオンオフしてすぐこのフラワー取ってそっからバネを利用する。バネを利用してやったぜ。でここで一旦チビになれる。なれるね。この石に潰されてチビまでなると。そしてこのドガに入れないね。いやどっちなんだろう。入れる。いや、やっぱ入れんね。でこの上はいやでも耐久と見せかけて下に行けばどこに行けばいいんだろうこれ。あ、分かった分かった。なるほどね。ブラパの下の土管に行けばいいんだ。それじゃあここは死に耐久っていう感じだね。いやこんなの余裕で最近似たようなコースしたもんね。こんな感じの。いやうますぎ。いやまだまだいける。まだワンチャンあったね。ちくわこっち来ないで。僕はちくわよりかまぼこ派なんだ。頼むってばね。今日は邪魔してばっかりだな。なめるなよこれ俺を。みんな見てて今ちくわ終わったと全部復活させたね。こっから僕が本気でやればこんなもんささっとクリアできるっていうことを見せてやりましょう。これがマリオマスターの力。頼むってもう何もしないで。僕が悪かった。だからここは穏便に済ませようじゃないか。ここまで来ればもういけるよ。一番下だけだ。ここだけがほんと難しいんだよな。でこっから下に行けばやられるっていう感じですね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。いや最初から怪しいなとは思ってたんだけどね。入ればよかったな最初からこの土管に。いやてっきりブラパカ出てきてからさ入れないと思ってタンタンタタンタンタタタタンチビ状態でこの土管に入る。これで先に滑るっていう感じか。この先左の50コイン取りたいと思います。取ったら罠だろう。でも僕は行くぞ。この気持ち悪いの。めっちゃシンクロしてる。見てうまくないこのシンクロ率。いやでも僕はまだ希望を捨ててないよ。こいつが鉄球だったら倒せるでしょ。この唇植物どっか行けよ。この唇植物が僕の勝ちですよ。ちょっとおかしいですこのゲーム。見えない敵っていうのも存在してるんですかね。最近ドンキでさひよこの大群が乗っててさらにそのひよこがサングラスをかけてるパンツ買ったね。じゃあここはTスイッチ押して何もしない。何もしない勇気っていうのが必要なんですよ。ここは右か左か。一旦左行ってみようか。あ、左入れんね。じゃあ右のこの土管が正解っていうことかな。それじゃあ次は中間ポイントゲット。あ、間違えた。いや大丈夫まだ大丈夫だよね。じゃあ一旦この土管に入ったら中間ポイントゲットっていうことか。危ねえ戻されると思いました。そしてここはオンオフを一旦してみる。もう一回3回ぐらいしておく。いや4回しておこうか。これでなんか変わったんじゃない。そしてここはなるほどキノコね。うわなんとなくねこの右隠しブロックあるかなと思ってたんだけどここ右いけんの。あいけるんだね。もしかしたらキノコいらないというパターンもないね。絶対ない。これ下やっぱり知りたいっていうか。いや上等じゃねえか。今日バネ多くない。バネのただめってもあいやこれはでもそんなに難しくないよ。見ててこっからコケコッコ。それじゃあここは隠しブロックを出しておいてすぐにキノコを取る。このキノコを取るのミスったらまたあのバネ地獄だからね。もう今日本当にバネ界もうバネ界だけに半バネなんつって。じゃあここはブロックを壊してこのハラちゃんの上に行けと。そしてオンオフ今何が来た。もう一回したらまずいんじゃないのか。もう一回したらこの砲台。いや大丈夫大丈夫。そしてもう一回オンしてこのドクロリフトに乗っていけと。このツタが怪しいよね。ドクロリフトに乗って一旦ツタに捕まってみようか。そしたらブラックパックンなんかさ初めてかもしんない。ブラックパックンとかちゃんとした正式名称で叫んだのってブラックパックン。もう分かった。ここは青いドクロリフトに乗ってすぐ上に逃げろと。そしたらブラパが振ってくるでしょ。そして下に行けと。どんだけ邪魔してくんのよこのブラックバックがさ。じゃあここ上なんかあるんじゃないの。なんもないね。じゃあオンオンしてすぐ左に逃げればいいと思うところ僕は一旦何もしない。そしたら大丈夫っていうことだね。そんくらい分かってる。そしてここでオンオンをして一旦このブランコから落とすこの火を。なんで落ちないの。頼むから落ちてくれって。じゃあもう一回オンして上に行ってみる。そしたらオンがあるみたいな。えこっからどうやってもう積んだ感じこれ。いやにしても行ってみようか。熱っ。うわあのバブルパラシュートの軌道を見ておいておけばよかったな。ここはオンオンして左であの隙間をジャンプしろっていう感じでしょ。それで行ってみようか。できすぎた。隙間にジャンプ隙間にジャンプ隙間にジャンプ隙間スイッチ。よしさあ、もうそろそろゴール近いんじゃないんですか。ここはかぶると思いきや、僕はパウをしたいと思います。そしてバラが咲いたよ。いや、いいんじゃないこれ。熱い熱い熱い、絶対合ってるんじゃないこれ。なるほどね。メットをかぶるでも投げるでもないんだね。持ってこいってことか。なんでここはメットを持ったまま、この右の方にさ、鉄球が出てきたよね。この鉄球でこのブラックパッパンパンを倒してもらって、ここで投げる。いった。僕はもう引退時かもしれません。マリオメーカー2というものを、ここで跳ね返ってきたものを避けれないなんて。初心者じゃねえか、そんなのやることなんてさ。え、ちょっと待って、これは種が必要ってことかな。こっから取れる。なるほどね。こっから取っていけと。これ本来のやり方で合ってんのかな。じゃあここはキノコを取って、もう右下にね GG っていうのが見えるんですよ。頼む GG 来るんだ。まだまだ遠そう。ここは、いや多分合ってるよ。合ってて、ここでパウを持っていってみようか。わざと倒さない。え、これパウ投げたらどうなんの、うん、そしてでドッスンが下に行くのかな。いや、行くのはいいんだけど、あのドアにどうやって入るかだよね。パウを持ってこいっていうのか、亀の甲羅を持ってこいっていう感じだよね。はい、それじゃあここの大金を攻略していきたいと思います。今日マジで大金多くない？ちょっと嬉しいんだけど、たださ、このパネがマジで厄介だよ。いや、簡単だね。上等じゃねえか。次こそ行ってみせたいと思います。フラグだからね。じゃあここはこのタイミング、シャッシャッシャー。それじゃあこっからなんだけど、この亀の甲羅を持ったまま行けっていうことでしょ。いけるかな。これを蹴ってもう一回持っていけみたいな。でもさ、これかぶっちゃうよね。なんで置いてみる。置いて、ここでバネを持って、こっからどうしよう。こういうふうに持っとる。そしていくみたいな。こんなんで合ってんのかな。正規ルート、いや正規ルートっていうか正規の方法なんかな。多分これでパウは発動できると思うんですよ。さあ行きますか。これで合ってるでしょ。多分これでゴールと思うよ。え、違うの。オートラルでホールドアップ ATCB1。 ちょっと待って、もう一回読み直すね。オートホールドアップでラルオート CP1。 CP1 からずっと上を向いておけってこと？なんかでもそんな感じだよね。しかもやられんし。最初からやり直しですかねこれは。じゃあちょっと最初からやり直したいと思います。はい、それじゃあここのチェックポイント取って一旦やられるんだけど、なんか上見たらさ、石のブロックがあるよね。あそこがなんか進むべき道みたいな感じになってんのかな。一旦やられてみるね。こっから上を失敗してみる。はい、それじゃあこっから上を失敗、それでどうなるのか。いや、シュールすぎ。ここで合ってんの本当に。このまんまでいいの。いや、ずっと押しとくよ僕。もうずっと押しとくよ。いや、何も変わる気配がないね。このまま右行ってみようか。そしたらなんか変わって、いや、なんか変わってるね文字が。え、なんて書いてる。オートウォーク LVL かレベルオート CP2。なるほどね。今度は CP2 から右に歩けとやってくれるじゃねえか。とことん付き合ってやるぜ。はい、それじゃあね、チェックポイントに取って右を失敗してみるね。もうダッシュもしない。こっから先に進めんのかな。まあこの土管に入れるのはいいんだけど、こっから右を失敗でいけんの。なんか行きだし、さっきこっちでやられなかった。このまま右を進化したらゴールへの道があると、そういうわけですね。さあ進んでってください。そのまんまこうなんていうの。またここおーと、次は何。ウォーク。頼むって。今度はチェックポイント1から左を進歩。これ何回やり直しするんだろうね。じゃあ左を進歩するよ。こっから左を進歩して何が変わんのかな。なるほどね。こっからいけると。これに入ればいいの。左を進歩しても今ダメだったもんね。こっから左を進歩すれば、いや来るよ絶対。こっからゴール来ると思う。頼む。やった。なんか上に変なが落ちてきてるけど、無事ゴールできました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ氷のトンネルということで、サムネを見てわかる通りですね、透明度感が連続であるだけなんですよ。そして説明文、楽しんでいただければ幸いです。いや、どうもこちらこそ作っていただいて幸いです。今日本語おかしくなかった？作っていただいて幸いですってなんだろうね。まあ日本語不自由系真面目実況者はこの辺に置いといて、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.44%。 とりあえず右ダッシュしてっていいかな。でもさ、右ダッシュでゴールできれば絶対クリア率 100% になると思うんですよ。誰でもクリアできるもんだから、この透明度感に早く入る方法が別にあると思うんだよね。まあとりあえず右ダッシュしてってゴールポールとの差がどんだけあるかだよね。遠すぎない？じゃあさ、透明度感から出た瞬間にジャンプしてみる。これで着地した瞬間早く右に行けるみたいな、なんか早くなってるような気もしなくもしないね。絶対幅が速くなるでしょこれ。幅跳び、幅跳びだ。もう幅跳び以外にさ、でんぐり返しじゃないか。一旦でんぐり返ししてみる。いや絶対これだよ。このでんぐり返しをタイミングよくどんどんしていけばゴールボールで掴まれるっていう話だね。今一回左に曲がってしまったけど、これをタイミングよく進んでってみよう。もうそれさえ分かれば簡単にクリアできるんで、もう黙っていいですかね。たまには黙ってクリアテイクをみんなにお見せしないとまずいかなと思うんですよ。さっきからくるくるする場所がちょっと違うよ。早くないんですかマリウ。こんなんじゃゴールできないよね。難しいね。一見簡単そうに見えるけど、こんなに難しいものなのか。早くしすぎるとマリオがドカの前でくるくるしちゃうからさ、なるべくタイミングを合わせて。いや遅すぎるとでも、いやいけたんじゃないこれ。いや出ない。今絶対ローリスで最後まで行ってたよね。もうちょっと早くしろってことかな。上等じゃないか。なんかおかしいよマリ、今日がおかしい。お家に帰りますか。ただいま。ふざけるな、しっかりしろ。だからいつもコメントでお前はわざとらしいって言われんだよ。たまにはかっこいいところもバシッと決めてみんなを見直してやらないと、これはいけるんじゃない。はいはいはい。皆さんすいません、いつも黙る黙る詐欺してると思うんですけど、今回マジで無言でやらせてもらいたいと思います。かなり集中してやらないと、この着地した瞬間にでんぐり返しマジで難しいんですよね。さあいけるか。はい。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。